現在領機は首都上空を南下中。機体航路とも異常なし。こちらコントロール、そちらの機体位置を確認した。捕獲したハリネズミの状況を報告せよ。現況を報告。現在移送中の容疑者は、どうした？ハリネズミがいません。同乗した仲間が全員。どうした？現況を報告しろ。やめろ、早まるな。こっちに来るんだ。機内上映も機内食もないんじゃねえ。それに俺は走る方が好きなのさ。市内警備中の全車両に続く。逃亡者が市内を南に向かって逃走中。幹線道路を封鎖し逃亡者を捕獲せよ。ヒュ
中イズイ楽勝だぜ。鬼ごっこにも飽きたし、そろそろ町を出るか。ふん、今頃真打ち登場ってわけか。上等だぜ。ファイター状態、リックストーリー本部へ。手配中の逃亡者を発見。捕獲作戦を実行する。了解。まず一つ、無限のパワーを生み出す奇跡の石。あれはカオスエメラルド。なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルドどうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。スピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ってワープしているのか。僕の名はシャドウ。この地上を唯一にして究極の存在。今は先を行く。遊びは終わりだ。シャドウだと。盗み出しといて何言ってやがる。いいか、そのマスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を止めるという重要な役目があって。うわっ、泥棒。そりゃお前のことだろ。エメラルドの反応があるので来てみれば。これはマスターエメラルドではないか。お前はドクターエッグマン。あれがドクターエッグマン。まあ何かの足しにはなるじゃろ。これはいただいていくぞ、サラマニャ。まだよ。うわっ。ちょっとあんた、私の宝石になんてことしてくれんのよ。破片を集めりゃまた元に戻るんだ。あのまま取られるよりマシだろうが。それにあれはお前の宝石じゃねえ。まあいいわよ、一度基地に戻って調べ直しじゃ。どっかけらだって渡さないわ。世界中の宝石はみんな私のものよ。上等だぜ、このコウモリ女。
つけたぜ。よし、いい感じだ。この島に間違いない。難攻不落の監獄施設を抱える軍事基地、通称プリズンアイランドか。サテライトテレビのニュースであんなことを言ってたけど、あのソニックが軍の施設を壊したり銀行強盗したりするわけはないんだ。待ってて、ソニック、今僕が助けてあげるからね。ん？あれはエミー、それにエッグマン。なんでここにエミーが？ううん、そんなことよりエミーを助けなきゃ。トルネードモードチェンジ。おおこの足に歯向かおうとは100年早いわ。このトニスネメ逃がさんぞ。いた、もう許さんぞ。油断したわい。どうだ、参ったか。この場は引き分けておいてやる。だがこの次はこうはいかんぞ。すっごい、やるじゃんテイルス。でもどうしてこんな島までやってきたの？それはこっちのセリフだよエミー。こんな危険な島まで何しに来たのさ。マッチ、愛するソニックを助けるためによ。はあ、でも急がないとエッグマンたち何か企んでるみたい。うん、僕行ってくるから、エミは隠れ待ってて。待って、ソニックは私が助けるんだから。よし、
こんなもんかな。エミン、大きな声出さないで。エミーローズ、華麗に健全って感じ。お前何しに来たんだ。そこまでテイルスに連れてきてもらっちゃった。でもいいのかな、そんな態度で。見れば随分とお困りのようですけど。俺は俺の偽物の手がかりを探すためにわざと捕まってんだ。偽物？黒いハリネズミの？あったのか。ヤツは今どこにいるんだ。教えたら私と結婚してくれる？ No way。 チャンスだと思ったのに。あの黒いハリネズミはエッグマンと一緒に今この島に来てるわ。またもやエッグマンの仕業ってわけか。でも何この部屋の落書き。ソニックが書いたの？あ、ちょっとソニック、待ってよ。Not my day.
ようこそ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。あれはあの時のハリネズミか。この時見つけたぜ、この偽物野郎。偽物？フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけば。貴様と遊んでいる時間はない。とっとと終わらせてもらうぞ。面白い。なるほど、単なるハリネズミではないらしいな。こいつフェイクの分際で。俺の名はソニック、よーく覚えておくんだな。シャドウ、何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって。今は脱出が先だ。エミーたちにも知らせないと。Thank you.
Yes! Too easy! 楽勝だぜ! そうな雰囲気だな。ま、マスターエメラルドのためだ。愚痴ってる暇はないぜ。ほらほらほら。
方向に列車を走らせることができるじゃん。Ora!
crazy. Grave dark theory. Our ghosts try to approach me and got leery. Ask him a question and he vanished in a second. I'm walking through valleys, crying pumpkin in the alley. Didn't seem happy, but they sure tried to get me. Had a back of up with a fist metal crackle. I'm hearing someone saying, you a chicken, don't be scared. It had to be the wind, cause nobody wasn't there. I searched and I searched as I climbed up the wall. And then I started to fly, I went in deep. Hora, hora, hora!
この辺りか。手間取っちまったぜ。わっはっはっは、世界中の人間どもよ、よく聞くがいい。わしの名はドクター・エッグマン。人類史上初めて全世界の支配者となる人間じゃ。偉大なる帝国の開幕セレモニー、心して見るがいい。調子に乗りやがって。でもあんなすごいエネルギーどうやって。カオスエメラルドだ。奴らがカオスエメラルドを探していたのはこのためだったのか。テイルス、お前。カオスエメラルド同士は磁石みたいに引き合う性質を持ってるんだ。それを利用してエクマの居場所を探ってみるよ。俺が警察を引きつけるから、お前は隙を見てエッグマンの居場所を探してくれ。うん、3人ってことは私も。あ、ちょっと待って。you
こんなもんかな。この鉱山、中はこうなっていたのか。こいつはちょいと骨が折れそうだぜ。水の高さによって行けるところが変わるちゃう。よく考えるちゃう。
know I'm a kind of emerald. Don't call me knuckles for nothing, I hear rules. I'm gonna be fighting with them foes all the time. But I gotta do it to always stay out of line. Sometimes I wanna just chill and land. But I'm the protector of the emeralds and gems. Stay knuckled up in a deep cut. I'm seeing stars that burn, they tryna throw me off. Avoiding my luck, I'm feeling kinda stuck. Don't call me nothing, give me a box. Let's take it
what I gotta do it. They always stay out of line. Sometimes I wanna just chill and lay, but I'm the protector of the emeralds and gems. Stay knuckled up in a deep cut. I'm seeing skulls that burn, they trying to throw me off. Avoiding my luck, I'm feeling kinda stuck. Don't call me up, give me a box. まだまだだな。たく、街は空も地上も景観だらけだぜ。ダイルス、何か分かったのか。残り6つのカオスエメラルドは地上のどこにも反応がないんだ。もしかしたらイグマンたちは宇宙にいるのかもしれない。マジ？この先は全て行き止まりだ。手分けして探せ。ナックルス。よう、2人とも久しぶりだな。いや参ったぜ。エメラルドのかけら探して炭鉱の方を回ってたんだが、出るとこ迷っちまって。で、ここどこだ？あっ、なんだよ。いいから解きなさいよ。政府のコンピューターに大統領とエイクマンの更新記録を見つけたよ。僕今、大統領のリムジンを追ってるんだ。乗り込んだ通信を逆探知すればエイクマンたちの居場所がわかるよ。 OK、じゃあそこで合流だ。大統領はこの先にいるはず。追いかけるぞ。あ、
事件発生から3時間が経過した現在、我が国内の混乱は交通、金融、通信、政府公的機関および各省庁とありとあらゆるところに及んでいます。国家存亡の危機ですね、閣下。君の意見は結構だ。で、そちらの要求を聞こうか、ドクターエッグマン。話が早いではないか、大統領。忙しい君のために手短に話そう。こちらの要求は単純明快じゃ。無駄な抵抗はやめて、我がエッグマン帝国に従え。さもなくば。さもなくば。貴様らの国が消えてなくなるまでよ。返事は24時間以内じゃ。No way!よっ、貴様、ソニック。何、エッグマン帝国だ。何なんだ、君たちは。そうかっかさ、なんてことをしてくれるんだ。奴のことは俺たちに任せとけって。どうだ、デイルス。探知成功。場所はアークっていうスペースコロニーだよ。OK、Let's move it。待ってよ、ソニック。大統領、エージェントからの定時連絡が入っていますわ。あのピラミッドの中に？ああ、エッグマンのやつが入ってくのを確かに見たぜ。それより、あのコウモリ女がエッグマンたちと一緒だったってのは本当なんだろうな。うん。宇宙に出るための手段が何かあるはずだ。スペースコロニーだかなんだか知らないが、あのでかい大砲ごと奴らをぶっ飛ばしてやる。ああ。僕、入り口探してくるよ。Yeah!
手こずっちゃった。
No problem. この先がいよいよ基地の中心だね。あの親父は相当なメカマニアだからな。宇宙船の1個や2個ぐらいコレクションしてんだろ。でも閉まってる。何か鍵が必要みたいだよ。なーに、探せば見つかるさ。ナナコース。おい、俺がその鍵を探すのか。期待してるぜ、世界一のトレジャーハンター。
一つ。よし、完璧だぜ。誰だ？な、お化け？手間を取らせやがって。ふう、えらい目にあったぜ。やったね、行こうエミー。このコソ泥ネズミども、生きてここを出られると。戻ってきてやんのか、ソニック。なーに、軽く遊んでやるさ。今日こそは貴様の命とカオスエメラルドいただかせてもらう。いでい、我がしもべよ。な、
もっとマシなおもちゃを用意するんだな。これがエッグマンたちのいるスペースコロニーか。みんな大丈夫？もうすぐ近くに着陸するから。後ろのハッチ開いてるんじゃないのか。大丈夫だって。どうせマスターエメラルドのかけら以外何も入ってないんだろ。今すぐここで降ろせ。バカやめろ。俺たちまで道連れにする気か。あーやめろ。そのネバー押すんじゃない。うわあああああ。なっこうすねやつ、勝手にシャトル動かしやがって死ぬかと思ったぜ。で、あいつはどこに行ったんだ。もうとっくに行っちゃったよ。なんだか寂れたところね。ここは事故をきっかけに50年も封鎖されたままなんだ。人類初のベルナール旧型スペースコロニーアーク。ここは昔最も進んだ科学研究施設だったんだよ。でも今は宇宙に浮かぶ無人の箱舟ってわけね。エッグマンが予告している次の発射までもう時間がない。まずはあの兵器を何とかしないと。急ぐぞテールズ。うん。エッグマンが使ったあの兵器はすごく頑丈にできてるんだ。とても外からじゃ壊せない。だからこれを使って内部から爆破するんだ。これカオスエメラルド？ううん、僕がカオスエメラルドを研究して作った偽物だよ。パワーも純度も本物にはかなわないけど、同じ波長と特性を持ってるんだ。カオスエメラルドのエネルギーを吸収して爆発する仕掛けになってる。怖
これなら機械だって見分けがつかないはずだよ。僕は電源を探して壊すから、ソニックは制御室を探して。で、機械が停止している間にこいつをすり替えてくるって寸法か。もうどうして弱い乙女をほったらかしにするのよ。よし。
こんなもんかな。ソニック、じゃあそのエメラルドをそのまま研究所跡地へ持ってくるよう伝えろ、テイルス。ソニック、エミーが。どうした、テイルス。エミーがどうしたんだ、テイルス。
と2つ。この辺りか。あと一つ。まだまだだな。お久しぶりね。私のエメラルド。ちゃんと集めてくれたりかしら。ふざけるな。どうやら話し合うだけ無駄なようだな。さあ、私のエメラルド返してもらうわよ。恥ずかしくないの？レディが人の家から宝石盗んだりするか。あれは私が。ああああああ
な、ちょっと汚い手で触んないでよ。それが命の恩人に言うセリフか。何が命の恩人よ。本当は私の手握りたくて助けたんじゃないの。いやらしい。冗談じゃねえ。第一お前のためじゃない、マスターエメラルドのためだ。どいつもこいつも本当ばっか見た。なんだ。返す。ハリモグラ臭い宝石なんていらないわ。そう思ってんなら最初からそうすりゃいいだろ。やれやれだぜ。何を。手荒な真似して悪かった。そろそろ引き上げ時ね。ソニックよ、小娘の命が惜しくばここまで来るのじゃ。
来たソニックよ。しかしその部屋に入ったが最後、二度と生きては帰れんぞ。Not my day. ビジネスライクに行こうではないか、ソニック。まずは貴様が持っているカオスエメラルドを渡してもらおう。この小娘の命が惜しいならな。奴に本物と偽って渡せば、こっちの手間も省けるってもんだぜ。そこに貴様のエメラルドを置いて後ろに下がってもらおう。悪役が板についてきたじゃないか、ドクター。な、そんな偽物に騙されると思うてか。そんな、どうして偽物だって分かったんだ。たった今、貴様が教えてくれたわ。もろとも宇宙に放り出して爆破してくれるわ。あとは頼んだぜテイルス。それからエミ、元気でな。さらばじゃ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ソニック、パワーも純度も本物にはかなわないけど、同じ波長と特性を持ってる。同じ波長と特性できるか、俺に。さらばじゃ、我が忠誠のライバルよ。ソニック、残りは貴様じゃ。最後のエメラルド、おとなしく渡すなら見逃してやらんでもないぞ。あのソニックが、ああ、あのソニックが初めて僕に頼むって言ってくれたんだ。だから絶対、
絶対逃げ出したりするもんか。貴様一人で何ができるというのじゃ、この弱虫小ぎつねめ。なぬ、遊びは これでも食らえ。遊びはここまでじゃねえで、この上じゃ。このままじゃやられちゃう。もうマシンの限界だ。テイルスごときにこのわしが。やったー。なんだ、この気配。おい、おいソニック。やればできるもんな。カオスコントロールか。カオスコントロール、大丈夫なのかお前。テイルスたちが心配だ。ナコウス、すまないがあいつらを頼む。こうなったら最後の賭けだ。発射直前、あの兵器の方向にこいつを放り込んでやる。Yeah!
Tight. Odoroita. てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと思う。あいにくしぶといのが取り柄でね。お前のおかげで助かったぜ。それはカオスエメラルド。まさかそんなフェイクを使ってカオスコントロール。どうやら似ているのは姿形だけではないらしい。君は一体何者なんだ。俺は俺さ、冒険好きのただのハリネズミ、ソニックザ・ヘッジオークさ。なるほど。だが君の存在はもはや無視できなくなる。君の冒険ここで終わりにしてもらおう。メイドの土産だ。真のカオスコントロール、解くと見るがいい。これが究極の力だ。究極の力だ。なんだ。これが究極の力だ。さあ、そろそろ終わりにしてもらうぞ。これが究極の力だ。これ究極の力だ。やるな。これ究極の力だ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 。
ここまでの実力はこれが究極の力だ。究極生命体の僕が残念だったな。これで全て終わりだ。ソニック、僕やったよ。よくやったな、タイルス。ソニック、見ろよ、外。ねえ、今回のことを軍の基地から祖父の研究を盗み出すエッグマン、軍の最高機密兵器シャド、封印されたコロニー7つのカオスエメラルド、全ての鍵が揃った時、
世界征服の野望はついに叶えられた。スルックアドベンチャー2ダークサイドストーリー、エッグマン帝国よ永遠なれ。